って言われたらちゃんと気をつけして、指がねここに来てるんだ、中指が。つま先を少し開いてね、やってレイって言ったらスッて1、2、3で起こしてね。で正座って言われたら左足その先、春もやるんだよ、左ついてそれから2で、ね、分かる、つま先これこうやっちゃダメだよ2、ね、そしたら最後3で座るときにこれを崩しながらスッて座って、ここは拳1個ぐらい開けてくるんだよ、ね、2、1個、2個ぐらいで背中をこうならないグッて筋を通してぐーって引っ張るよ、ね、で、レイって言われたら1、2、3で戻す、いくよ、レイ、こんな広がなくてこのくらい、この膝の前あたり、膝の外じゃなくて膝の前あたりに吸ってくる、ね、で、立ちます。で、立つときは立ってくださいって言われたらね、まずグイって上げたらつま先を準備するね。じゃあねここでね、そしたら右足押すね、こうならないように、ちゃんと立った時にもうかかとがつけばいいよね。こうやっていいんだよ、ね、うん、で3でギュッと立ってしっかりかかとと1回でつけるようにしてて、ね、一回立礼やるからね。で、足を、はい、正座。ここ空いてるように閉まってない。はい、ここ手を。で、1、2、3ぐらいでね。はい、じゃあ立ちます。はい、立って、つま先立っててからで、そう、ちゃんとその段階を見てます。じゃあ後ろ受け身です。後ろ受け身だからもうこの状態キープして、合わせなくていいからぐるぐるって座ってね、一回止まる、この状態で多分止まれば OK だ。はい、後ろ向き、はい、後ろしっかり足上げて、そう、で、戻してしょうもいな音が、はい、立っていい。で、後ろ向き、ね、はい、あと2回やるからね、立って、あと2回やる、はい、準備して、はい、1、そう、はい、スタート、後ろ受けにラスト、頭つかんで、ね、頭ついてるとちゃんと叩けてる、はい、頭ついてるって。でね、横受け身です。あ、見て、ある見て、返さないよ、ね、ちゃんともう横受け身、右って言われたらちゃんともうこうね、ある、で手、左手はなんか見えてる？ここ帯、帯、それでね、しっかり足を滑らせて、でバッと足もね、こうならないで、でこう立ち上がったらちゃんとこの状態になるのチンスになる。今度は左、ある、左、そう、こっちはこう、帯、帯、こっち違う、これ帯の結びですからね、スーッてずらすんだよ、スーッてずらしてパーンって上げて足をね、ここ一回もう上がってんだから、側転的にも教えたじゃん、
降りるの自分の足でコントロールする。ね、こうならない。下ろすときにちゃんと。ね、はい、今日。はい、左。足。逆だよ、逆。なんだろうね。左だよ、多分。手上げてる方の足ずらす。こっちでしょ。だからこっちの足をこっちにやる。こっち、こっちの足を逆に言うの。潰す。あ、ボトムとか。ケツ貼り付けてやる。うんこが口から出てくる。ね、ちゃんとコントロールしてきれいに、ね、膝を曲げて前方回転ね、ちゃんと前方回転も1,2,3って言っちゃって大丈夫だから、右方向に行ったら、あ、見てよ、吸って吐いて、ちゃんとこう、こうつくんだよ、こうならないんだよ、こうついてくるんだよ、 それで、ボーンってで回りながら、さっきの横蹴りのサイドと同じで足見えてんだからコントロールする。で立つ時もこうやって、俺なんかだから両手でできるけど、このまんまの状態で片手でグイッと持ってきて立つと次の時綺麗です。はい、今日右足、はい、まだまだ違う、横蹴りになった、あーだこうやってやってもずっと終わらないよ、もう一回右足、はい、右回りながらさ、言ったじゃん、回ってここに足があるんだからコントロールさ、慌てない、回る勢いで行っちゃうからこうなっちゃう、ね、途中で速度変える、ね、で調節する、右ラスト、そう、で立って、あんまりこれが手が遅すぎるから調節する、はい、左もね、でスタートの時にも気をつけじゃなくて自然で少しやるで行けばやりやすいから、はい、左、そうそうそう、あんまり丸くない、ギュンと最後伸びる、そう、はい、歌って、はい、ラスト、はい、見ててちゃんと ここじゃないと、もう始まる時は自然で、ね、それでポンって、以上です、はい、はい、終わります、ちょっと聞いてください、終わります、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。